就任になる時がやっと来たってばよ。こらこら、あまりはしゃぐな、ナルト。今回の就任試験はお前一人が頑張ったって意味がないんだぞ。え、どういうこと？ちょっとナルト、まさかあんた本当に何も知らないんじゃないでしょうね。にゃ、うっすらトンカチ。はあ、ナルト、お前そういうところだけは相変わらずだな。いいか、今回の就任試験は全てスリーマンセル方式、つまり3人1組でのチーム戦なんだ。だからみんなで力を合わせないと勝ち残ることはできないぞ。なんだ、そんなら心配ないってばよ。俺たちってばすんげーチームワークいいんだから。よし、それじゃあお前たちのチームワークがどれほどのものか見せてもらおうかな。お、俺たちの実力見てびっくりすんなよ。お願いします、イルカ先生。よし、これからスリーマンセルについて説明するぞ。まずはスリーマンセルの基本である仲間との交代だ。交代はチャクラを消費して戦っているキャラクターと待機しているキャラクターとを入れ替えることだ。よし、やってみろ。はじめ。よし、成功。いい感じだぞ。しかも待機中のキャラクターは少しずつ体力とチャクラが回復していくから、体力やチャクラが減ってピンチの時は無理せず交代するんだぞ。次は連弾交代だ。連弾交代とはチャクラを消費して戦闘中のキャラクターが相手にダメージを与えている時に待機しているキャラクターと交代することだ。相手のダメージ中に交代するからさらなる連弾につないだりすることも可能だぞ。よし、やってみろ。はじめ。お前たち、次はダメージ交代について。ダメージ交代とはチャクラを大幅に使用して戦闘中のキャラクターがダメージを受けている時に待機しているキャラクターと交代することだ。相手の連続技で大ダメージを受けそうな時などに有効だぞ。よし、やってみろ。はじめ。中心なら出るか。中心なら頼んだってばよ。中心なら出番だってばよ。隙だらけだ。お前たち、次は合体奥義について説明するぞ。合体奥義はチーム全員のチャクラが満タンの状態で発動することができるんだ。ただしチームメイトが一人でも欠けていると使用することができないぞ。よし、やってみろ。はじめ。行くってばよ。影分身の術、うつめき、ナルト連弾。豪華級の術、どうしたお前たち。ナルトだよ。修行の成果見せてもらうぞ。いざ尋常に。はじめ。ダウリア。祝神だよ。
者だ。せや勝者。歯応えがねえな。俺は絶対おかげになる。すごいじゃないかお前たち。このスリーマンセルはもうバッチリだな。ねえねえ、だから言った通りでしょ。俺たちってばすんげーチームワークいいってさ。スリーマンセルルールって言っても案外簡単なのね。こらこら、お前たちはすぐに調子に乗る。いくらルールを覚えたって言っても実戦は練習みたいにはうまくいかないんだぞ。その時の状況に合わせて臨機応変にだな。分かってるってイルカ先生。俺たちだっていつまでもアカデミーの生徒じゃないんだぜ。いくつも任務こなしてる一人前の忍者なんだから。そうだな、お前たちももう立派な忍びだったな。よし、ナルト、サスケ、サクラ、頑張れよ。わあ、絶対中忍試験に合格してやるってばよ。頑張ろうね、サスケくん。いつまで経ってもイタチを倒すことなんかできやしない。誰だ。音の四人衆、正門のサコン、オロチマル様がてめえに用だとよ。オロチマルだと。まったく、てめえみてえな弱えやつなんで欲しがるのか俺たちには分かんねえが。俺が弱い。ともかく俺たちと一緒に来い。そうすりゃオロチマル様が。俺が弱いだと。え？弱いかどうか試してみるか。てめえピーコラ言ってんじゃねえ。いいぜ、特別に力の差ってやつを見せてやる。いい音奏でろよてめえ。兄貴に出番はないぜ。いざ尋常に一本目始め。チェアチェア、うん、あっデレンデレン客シャリンガンがねえな。くそ。わかったか。てめえの力なんてこんなもんなんだよ。そんなんじゃてめえは自分の目的を果たすことなんてできやしねえ。うちはイタチ。もしお前が俺たちと来れば。お前は目的を果たすための力を手に入れることができる。俺はどうする？来るのか？来ねえのか？答えは行かないでしょ、サスケ。お前、オロチマルの手の者だな。サスケに何の用だ？コピー忍者のカカシか。サスケ、てめえなんざ俺一人で十分ぶっ倒せるが、こっちにもいろいろと都合ってもんがあるんでな。今回は見逃してやるぜ。チッ、逃がしたか。
しゃあ、早速リベンジかませるチャンス到来ってやつだぜ。へへー、そうはいかねってばよ。今回も俺が勝たせてもらうからな。ちょっとナルト、今回はあくまでもチーム戦なんだからね。あんた一人で突っ走らないでよ。分かってるってばよ。お前もだ、キバ。先走りすぎてチームワークを乱すなよ。分かってるよ。やれやれ、うっすらトンカチが二人か。あの、よろしくね、ナルトくん。あ、全力で来いよな。いざ尋常に始め。それをよこせ、キバ。あ、おい、何すんだ、シノ。これは今の我々よりも次に進む彼らに渡した方がいい。彼らはこの後すぐに戦うことになるのだからな。ちぇ。あの、キバ君、薬なら控室にまだあるから。我々に勝ったお前たちに陰ながら期待しているぞ。なんか妙に偉そうね。あ、任せなきゃってばよ。あれ、なんでしかまればいいんだ。ほんと、もう中二になってるのに。いや、実はめんどくせえことになってやがってよ。そうそう、実はね、中二に昇格したのはいいんだけど、五代目にもう一度実力を見たいって言われちゃってるのよ。それでほとんど強制的に参加することになっちゃったんだ。まあ私としては願ってもないチャンスだけどね、さくら。いろいろあって流れたままになっちゃってるけど、あんたとの決着今日こそつけてやるわ。そうね、いい加減にはっきりさせましょう。イノ、今日こそどっちがサスケくんにふさわしいか勝負よ。ますますめんどくせえことになってきやがった。さっさと終わらせるか。いざ尋常に。あ
ダメで。はじめ。めんどくせえことから解放されるぜ。腹減った。負けたわ、さくら。いいの？アリがスリーマンセルではね。あ？今回のスリーマンセルでは負けたけど、1対1じゃ負けないわよ。何よそれ。おとなしく負けを認めなさいよ、この犬豚。認めるもんですか、こんなデコデコ。ああ、ほんと女ってめんどくせえな。ジライア様がスナデ様を連れてきてくれたおかげです。本当に感謝してます。そんなに感謝されるとはなんか照れるってばよ。このお礼は元気になった僕の力を見せることでお返しさせていただきます。ちょっとリー、あんた治ったって言っても完全に元通りになったわけじゃないのよ。でもリーさん良くなって本当良かったわね。ああ、俺も綱手のばあちゃん連れ戻すの頑張った甲斐があったってもんや。渦巻ナルト、この間は負けたが今回は勝たせてもらうぞ。へへー、そうはいかねってばよ。俺もあの時のままじゃねえんだぜ。すっげえ術も覚えたし、今回も絶対に勝つってばよ。戦いたいのはウチアです。いざ尋常に始め。はっ、ちょっと、ら行くぞ。よし、しかし、ふっ、あっ、ちゃっ、行くぜ。炎旋風、うわぁ、ちゃっ、炎旋風、ふっ、あっ、あっ、あっ、行くぜ。うん、豪華級の術任せて。やるぞ。戦艦、まあまあだな、うすらどんちゃん。ふっちゃや、ふっ、
苦しんなよ。甘い。成長っぷりです、ナルト君。僕も病み上がりだからといってゆっくりしていられませんね。こうなったら帰ってすぐに特訓です。だからそういうノリだけで動こうとするのやめてよね。そうですよ、リーさん、まだ治ったばかりなんですから、あんまり無茶したらダメですよ。さくらさん、僕のために心配してくださるなんて、僕は今猛烈に感動しています。よーし、テンテン、ネジ、これから早速特訓開始ですよ。だからそのノリだけで動くのはやめなさいよ。なんかゲジマヨのやつ、ますますゲゲマヨ先生に似てきてるってばよ。さっきからぬるい試合ばっかりやりやがって。これだから弱え連中の戦いは嫌だぜ。何なんだお前ら。あいつは音の四人衆、正門の左近、同じく東門の機動丸、同じく南門の次郎坊。そろそろ返事は決まったか、内葉佐助君。何言ってんだあいつ。ってまだ迷ってやがるのか。さっさと決めろよ。オロチマル様のところへ来るのか来ねえのか、どっちなんだ。オロチマルってどういうことだってばよ。サスケ君、俺は。え、そうか、お前が迷っている原因はそいつらか。そいつらとのつながりが枷になってるってわけだ。だったら話は早いぜよ。ええ、そのくだらねえつながりを俺たちが断ち切ってやればいいわけだ。くっ。なるかよ。いざ尋常に。はじめ。はっ。ちょっと頼んだってばよ。苦しんなよ。はっ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 。任せて。左手だよ。左手だ。
だな、うすらとんたち。しくじんなよ。なんと、歯応えがね。俺は絶対トカゲになる。てえ、こいつら雑魚のくせに手こずらせやがる。なんてやつらだ。ダメ、ナルトたちはなんとか相手できても、私は。こいつ前にやった時は手加減してたのか。サコ、少し急いだ方がいい。すでに約束の時間をだいぶ過ぎてしまっている。うるせえ、分かってんだよ。もうこの辺で終わらせて。お前らは少し遅すぎた。ナルト、ナゾ、サカ、君がろ、なんでここへ。てめえの体はもう。今の僕は精神で動いている。己の使命を全うするために。こいつ、今までの奴らとは明らかに違う。君の使命は何だ。何、君の使命は何だと聞いたんだ。何を言ってる。僕は、人は何か意味があって生まれてくるもの、何か大切な使命を持って生まれてくるものだと思っている。答えろ、君の使命は何だ。何のために生きている。俺は、俺の存在理由は、イタチを、ウチハイタチを倒すことだ。オロチマルの元へ行く。な、何言ってんだサスケ。サスケ君、こいつらの言う通りだ。俺は俺の目的を忘れるところだった。俺は復讐者だ。あいつを、イタチを倒すことが今の俺の全てだ。何言ってんだサスケ、急にどうしまったんだよ。こいつらと戦って分かったんだよ。お前ら木の葉の連中といても強くなれないってことが。そしてはっきりしたんだ、俺のすべきことがだ。だから俺はオロチマルの元へ行く。俺の目的を果たすためにな。行かせねえぞ。なん？お前は絶対オロチマルのところになんて行かせねえ。そういや、お前とはケリがついてなかったな。ちょうどいい、ここで後腐れないように倒してやるぜ。さっさと始めようぜ。オロチマルのところには行かせねえ。いざ尋常に、一本目、始め。ここまでです、サスケ様。
サスケ様、どういう風の吹き回しだ。里を抜けられる決意をされた段階で、あなたは我々の頭となることが決まっていたのです。それにこれ以上ここにいると脱出するのが面倒になる。ここは諦めて脱出するぜ。わかった。サスケ、サスケ君、戻ってこいってばよ。サスケ、なんでそんな奴らと一緒にいるんだよ。じゃあな、ウスラトンカチ。サスケ。